細川正氏は、開答諸国記にのみ記載される、室町幕府の人物。細川氏の一族であり、細川勝本のいとことある。忌味名の、勝の字は、勝本と同じく、室町幕府第七代将軍、足利義勝より変記を受けたものであろう。非全国の藤原頼長の使者であった、総古と武器に対し、古を名目に朝鮮と室町幕府や、地方の守護、 黒人僧が使者を送っていた時期がある。ことぶきが朝鮮から幕府への書状を持ち帰り、再度朝鮮へ向かう2月に、勝氏は登場する。八大将軍、足利義政の命で朝鮮への使者を立て、自分も朝鮮への所管を認めたという。また、勝氏は泣くのにあったとも記載される。細川殿の巨国王に西よ。 よはたけやまひだりぶえいそうていためくだひさげげんもちのしし、かつもとつぐじみけんしおがかつもとしゅさんめげんきょう、ゆたかしかもむしきょうゆたかいそのおさなごも、そのところをまもるきょうとよゆきしおよび、おんなむこ、いしきでん、ちゅうろくときでんとうきょへいじょのかつもときょうこくおう、うつりてんのおうそのじんないだいしょうぐんしんじゅう、ほそかわしゃしゅう、ふんきょうとにじょういほくんしかももりゆきあいもちいまろくねんしょう。 か、ね、よ、じゅ、よ、たしか。またありもちけん、文明二年後、公院けん、しらいちょう、所長。細川みみ。バトーゲガーソンもちけんもちけんの勝ちもととうもちこれの、弟もちけんむし勝もとその家、あと作別失号天気受けもち。けん、しかも、し、の、年老、る、うん、し。また言う細川まさるし。正言十慶定文明二年後、公院けんしらいちょう 上松浦なくののと守る藤原長心より長遣い、ことぶき一生嫌い長寿我が清楚仇、通信を日本国王も不水権炎欲よ、諸修士ため遣い文字在官社即ことぶきをその中、やや開示、水命樹所予礼も追送う国王また、命霊草書、悟る大内殿及びより長御奏剣、松室玉物文章元年日の犬5月、 呪名寺作家の絵ラの雷樹異ことその年6月間上、松浦治無戦、備え構想定外2月事情、松浦発行国と途中兵器海賊、三つ関南海寺工事北海寺を4月しいたる、弱敵衆、和君伏せかさ、派生報告王国大図解兵迎えの差、盗賊獣王悪獣感動をあるとめ、大備内共感区本60日、しかも徳たち、 国と松室所余れも通国王館、武藤福寺国王方、在細川殿の陳中予算名でにあい、持ち暇、ひま、おさむとういたり土のえねに月つじとう諸国王さらぎ、深むとうしまたいのち、かし、そえ方物ぶつ勝氏しためが気遣い、深淵東が等、与あたえ久しい、といじゅいまたげをうちところがきをた物、詩人伝送ため海賊諸略その諸言、 タフロー不可人心中、本文中の、教、豊かは、三名教、豊かなことを言っているのであろうが、一部で父、山名持とよと混同していると思われる記述が見られる。細川勝本が目とった、山名宗運の幼女のこと。細川勝本が初めに養子としていた、山名宗運の子、豊久のことであろう。細川勝本の実子、細川政元。講述されている通り、 政元が生まれると、養子の豊久は仏門に押し込まれた。大内正宏のこと。実際には、京豊ではなく総運の外孫である。京豊の娘婿、一色義春を指す。直後の、時殿は、同じく、一色氏の出身者である、時成よりと見られる。ありがとうございます。